スイス連邦工科大学中立ヒ校は、スイス連邦の中立リヒ市にある、スイス連邦経済、教育、研究所下の国立大学である。自然科学と工学を対象とした、工科大学であり、1855年に創設され、これまでに21名のノーベル賞受賞者を、輩出している。留学生が多く、世界約120カ国から集まった2万1000人以上の、学生が学ぶ。 学費は年間約1380スイスフランと物価が高いスイス国内としては低く抑えている。世界中から優秀な人材を集めてスイスの国際競争力向上やイノベーションを促す狙いがある。S は世界有数の高科大学であり様々な大学ランキングの上位に入ることが多い。またフランス語圏のローザンヌには姉妹校である。 スイス連邦工科大学ローザンヌ校がある。S は IDEA リーグと国際研究型大学連合の創設時のメンバーであり、トップインダストリアルマネージャーズ法ーヨーロッパの一員でもある。建築学科、土木工学科、機械工学科、科学科、林学科に加えて多目的学科があり、レントゲン、アインシュタインなどが学んだ。アインシュタインは、 大学に残って助手になりたかったが採用されなかった。一般には、チューリッヒ高科大学などと呼ばれることが多い。地元チューリッヒでは、ポリー、ドイツ語での旧称であるエイジェナシシャスパリテクニカムに、ユラや、S、S、チューリッヒなどとと呼ばれることも多い。特に、S という故障は、大学の公式 HP などでも広く使われている。便宜上、 本記事でもスイス連邦工科大学中理飛校を指して S の語を用いることにする。1865年の S の校舎、S は1854年にスイス連邦共和国政府によって設立され、教育機関としてはその翌年から機能し始めた。創設時の名称はエイジェナシ社シパリテクニシャ修レである。当初は建築学科、都市工学科、機械工学科。 科学科、林業学科、多目的学科の6つの学科より構成されていた。S は国立の短科大学であり、中立市街地のキャンパスのすぐ隣には、中立の中立大学がある。S 設立の際には、その妥当性をめぐって議論が分かれた。自由主義者は国立大学の設立を政府に要求した一方、保守勢力は自由主義者の考えには妥協せず、 スイス国内のすべての大学は中立であるべきだと主張した。設立当初、S は中立比大学内の建物に曲がりしていた。1909年、S の教育課程は大学のものに沿った形に再構成され、博士号授与の権利が与えられた。1911年に現在の名前になった。1924年には学科の再編成が行われ、 12の学科に再編された。現在 S には16の学科がある。1993年からは S と F、その他4つの国立研究所を合わせて S 領域というスイス連邦経済、教育、研究所を直属の不置機関となった。S は常に世界のトップレベルの大学に位置づけられる。有名な世界大学ランキングでは 毎年スイス国内の大学としては最上位に、ヨーロッパ圏としては上位5校、世界では上位15校にランク入りすることが多い。また、スイスアップランキングスイス国内の大学ランキングやドイツ語圏の大学ランキングにおいても、S は特に自然科学分野、コンピューター分野で1位になることが多い。S は、 この5年連続でタイムズハイアーエデュケーションの大学ランキングで15位以内に入っている。2019年度のランキングにおいては総合で世界13位、工学と IT 分野では8位、物理科学の分野では8位につけている。タイム氏の大学ランキングの中での S の順位の変動は右の通りである。上海交通大学が作成する 世界研究大学ランキングでは S はヨーロッパ圏の大学では4位に全世界の大学で科学分野では6位数学自然科学分野では9位にランクされている QS 世界大学ランキングにおいては地球海洋分野で世界1位総合でも世界6位にランクされている歴史的に S は科学数学物理学の分野で評判が高かった これまでに卒業生、教官の中から21人のノーベル賞受賞者を輩出している。最近のノーベル賞受賞者は2002年に科学賞を受賞したクルトビュートリッヒである。最も有名なエース出身の受賞者はアルベルト・アインシュタインであろう。その他の著名な受賞者にはレントゲン、ハー・ゴビンド・コラナなどがいる。西ヨーロッパにおけるフィールド生物学、科学、 物理学、数学の分野の大学院教育についての調査では、インペリアルカレッジロンドンとケンブリッジ大学の2校と、共に S は突出して優れた大学院教育を行う3校のうちの1校に選ばれた。また2009年度には S は最先端の研究のための助成金を13億スイスフラン獲得している。企業も盛んで、 1996年から2018年で400社以上の S 発スタートアップ企業が設立された。企業志望者への指導や研究開発費補助といった支援制度もある。スイスの他の公立大学と同様、S は基本的にスイスで教育を受けた者を対象には学部生を選抜する入試を行わず、基本的にスイス国内の大学入学資格を持つすべての スイス国民に対して文庫を開放している。また GCSE などの試験で一定の成績を上げたり一定の学力を持った留学生に対しても文庫を開放している。しかしほとんどの留学生は簡略入学試験か総合入学試験、コンプリヘンシブエントランスエグザムのどちらかに合格する必要がある。特に総合入学試験は 高等学校卒業などの学歴がない志願者でも受験することができる。一年度は二つのセメスターに分けられる。学部によっては入学初年度の学生には試験は全く課せられない。しかし、初年度の第二セメスター終了後の夏に各コースが定めるバサスプルーファンと呼ばれる試験に合格しなければならない。この試験で平均点に届かなかった学生は留年して、 再び翌年の基礎試験を受けなければならない。初めて基礎試験を受けた学生のうち50%以上が不合格となり、そのほとんどはそのまま退学してしまう。高年時の試験も基礎試験と同様のシステムで行われるが、合格率は比較的高い。学部課程の規定の在学期間は6セメスター、修士課程の在学期間は3セメスターであり、 各家庭の最終セメスターでは論文を執筆しなければならない。S は数学教育に力を入れており、すべての学科において論理力を鍛えるための大量の数学教育が施される。また、学部1年生、2年生を対象にした授業は主にドイツ語で行われるが、学部3.4年と大学院生の教育は主に英語で行われる。S は2箇所のキャンパスを持つ。 大学本部は中立市街地2860年代に建てられた。その後、S の発見とともに敷地は拡大していった。その中心部は中立市街地に点在する多くの建物と研究所よりなる。大学本部は道を挟んで中立市大学のまさに目と鼻の先にある。地理的な制約のために S の拡大につれて中心市街では手狭になっていった。 そこで、1964年から1976年にかけて、中立機構外のヘンガーベルクに、新しいキャンパスを造成した。最近では2003年に、キャンパスの大規模な増築がなされた。そして、ヘンガーベルクには、物質科学、建築学、都市工学、物理学、生物学、科学などの学科の建物がある。 ヘンガーベルクのキャンパス前 KS の学生たちはスイスで高等教育を受ける学生の中で最も忙しい学生であろう。学部生の過密なカリキュラムはスイスの他の大学に比べておよそ2倍の授業数からなっている。S には100を超える学生組合があり、学生組合は様々なイベントを企画する。隣の中立ーーヒ大学のイベントにはよく S の学生たちが参加し、 同様に S のイベントにも中立比大学の学生が参加する。S の学生組合でも有名なベザスはパリボールやパリバーティー、アース・チェメスト・ライガンフィストなど広く一般から参加者を募る大規模なイベントを開催している。アース・チェメスト・ライガンフィストなどはとりわけ規模の大きい会場で開かれることもあり、多くの若い学生がイベントを楽しむ。 学術スポーツ組合は80もの運動部からなっている。最大のスポーツイベントは、ソラストフェットという14区間からなる 120km 以上を走る駅伝である。2009年のソラストフェットには780チームが参加した。ABCD、ご当地プライス、スイス国立高科大の授業料、年間14万円、競争力支える地の拠点。 日経 MJ2019 年11月10日、タイムズハイヤーエデュケーション、エスチューリッヒ、タイムズハイヤーエデュケーション2019年10月21日、閲覧、上海ランキング2019リザルツ、ウナバーセターアンキングス、CH。 www.universityrankings.ch.2019 年10月21日閲覧。ランキングス。ss.ch.2019 年10月21日閲覧。smoves u p a ランク s チュ u リ i c h i s w i s s f e d e r a l Institute of Technology.top universities.2019 年10月25日。 閲覧。ノーベルプライズロリアッツ。SSCH2019 年10月25日閲覧。SR414.13152。ファーアートトナンデア S チューリッヒホーム30。ノーベンバー2010ウーバーダイズラサンズデンシュトゥーディアン。アンデア S チューリッヒ。www.admin.ch.2019 年10月25日閲覧。 エントリー4インターナショナルスチューデンツ、ウィルコメンアウフスチューデンツ、CH ソラストフェット2009ありがとうございます。